AI が予想した50年後の家。浮遊する家。家自体が地面から浮遊し、場所を自由に移動できるようになる。住人は好きな時に風景や環境を変更できる。完全自己修復システム。家の外壁や内装が自動的に修復されるため、メンテナンスや修理の必要がなくなる。気候制御バブル。家全体が気候制御バブルに包まれ、内部は常に快適な温度や湿度に保たれる。外部の極端な気象条件も完全に遮断される。個別の空間生成。家の中で個人が望む空間を瞬時に生成できる部屋。必要に応じてオフィス、リラクゼーションルーム、ゲームルームに変換可能。食料生産屋根。屋根が完全な農場となり、家庭内で食材をすべて自給自足できる。野菜、果物、魚、さらには肉まで育成可能。動的なインテリア。家の内部が住人の気分や季節に応じて自動でデザインを変える。壁や床の色、家具の配置が毎日新しいものに。水素エネルギーハウス。家が完全に水素エネルギーで動作し、ゼロエミッションのエネルギー供給を実現。余ったエネルギーを近隣に供給する。音楽と同期する家。家の壁や床が音楽のリズムに合わせて振動し、視覚や触覚で音楽を体感できるシステム。環境予測システム。周囲の環境変化を予測して自動的に調整される家。洪水や地震を事前に感知し、家自体が防御体制に入る。インビジブルモード。家全体が透明になり、外部から全く見えなくなる。プライバシーを完全に守りつつ、周囲の景色も楽しめる。バーチャルご近所付き合い。家にいながらバーチャルで近隣住民とコミュニケーションが取れる。バーチャルな会合やパーティーが行われ、物理的な移動は不要。スマート調理壁。壁に食材を置くだけで自動的に最適な料理を作ってくれる調理システム。料理の知識や技術は一切不要。エモーション対応ドア。ドアが住人の気分に合わせて自動的に応答し、優しく開くか厳重にロックされるかが決まる。超高速リラクゼーションモード。特定の部屋が瞬時にリラックスモードに切り替わり、数分間の休息で完全なリフレッシュができる空間になる。全身健康モニタリング床。家の床が全身スキャンを行い、住人の健康状態を常にチェック。異常があれば即座に通知され、医師にデータが送信される。拡張リアリティ窓。窓が完全に拡張現実となり、自然の風景や宇宙空間、異世界の景色を映し出すことができる。トランスポーテーションハウス。家が移動手段そのものになり、家ごと他の場所へテレポートできるシステム。空気浄化システム。家全体が常に新鮮な空気で満たされ、外部の大気汚染から完全に守られる。アレルゲンも常に除去。自動リサイクルシステム。家の中で出たゴミや不要物は全て自動で分解、再利用され、新しい資源として供給される。リモートホームパーティーシステム。物理的に家に集まらずに、バーチャル空間で友人と一緒に過ごせる。